今何を着てた私分かんない。もう覚えてない思い出そうとしたけど無理だった、分かんなかった。覚えてない。昨日は白だった、今日は白だったみたい。あれか、うん、昨日白だわ、白、うん、昨日あれだわ、さやりんの生誕 T シャツ着てた。そうだ、それだ、それ全然思い出せなかった。それ着てたわ。今日は黒。何かに着た服、いやね、なんか写真があるかなと思って見てみたんだけどなかった。こっちにはなかった。例のポップティーンのイベント的期間か、2週間、いや2週間だよ、16日から30日までなんで、ちょうど2週間、うん、なので頑張りましょう皆さん頑張ろう、バッドフェス、ぜひ私を神寄せにしてください。目標は3位以内に入ることです。なのでみんなに頑張ってやりましょう。デッキとか、デッキはねよくわかんないんだけど、とりあえずお任せのやつでなんか強そうなやつでしてるお任せですってしてる。自分じゃよくわかんないから、私あれ見てない、水曜日のダウンタウン TVer で、キャキャじゃないよ、やばい、見ようと思ってた、忘れてた、待つで見よう。有吉の会も見れるかなこれで、ん、あこっちダメだ、やる気ないわ。ティーンのギャルメイク、ね、今のポップティーンはでもそんなギャルって感じはしないからわかんないけど、その企画によると思うんだけど、企画ってかそのどんな感じにするかはまだわかんないけど、そうだな、それによるとは思うけど、みんなはみんなギャルって感じがしないから、もうわかんない、なる可能性もあるだろうけど、そうなる可能性もあるだろうけど、そうならない可能性もわかんないですね。そんなにギャル、なんかギャル、ん？ギャルって感じがしない、今っていう、めっちゃギャルの雑誌っていう感じではないから、もう分かんないですね、まあ、なってみないと、その時に。そうターゲット私どの年そう、でもそうだな、中高生、中高生くらい、なんかすごい
若いイメージがある。そのぐらいな、まあイメージなんですけど、私のイメージなんですけど、勝手なそのぐらいのイメージがある。10代みたいなイメージがあります。20代の方もいるのかな。でモデルさんいそうだけど、わかんないよ。今ランキング争いが激しいみたい。ランキング争い？ランキング争い？なんだろう。ティーンだから10代だ。あ、確かにポップティーンって言ってるわ。確かにね。ティーン10代だわ。そうじゃん。確かに。そう、うん。確かに10代。武器つけたらすごい風が、なんかつけたら若干寒いけど、今日消したら消したで暑いんだよな。暑いっていうかちょっと暑いくらい。アイドルの写真集って持って、写真集はなおちゃんの持ってる。またなおちゃんの。それ以外のやつは持ってないかな。写真集多分、写真集は多分持ってない。来ちゃう。うん。なおちゃんのはね、そういただいたんですよ、なおちゃんに。それで持ってる。最近さ、まだぷよぷよしてなくって、もうさっき見てみたのね。ぷよぷよしよっかなと思って、久しぶりにと思ったら、まだ何マイクラが入ってた。言ったのにな、変えといてって。弟のケースの方にぷよぷよ入ってるから、マイクラと変えといてって言ったけど、ケースがどこにあるかわかんないからさ言ったんだけど、変わってなかった。だからぷよぷよしてない。しようと思ったのにな。今日の後でパズドラしよっかな。まだクリアしてないから。トトもぷよ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 やってないよ、トトは。トトは多分ね、やり方わかんないと思う。多分ね、多分、ぷよぷよやってない。スイッチを今してないと思う。今禁止令が出てるから。宿題とかしないから。ぷよぷよ、ぷよぷよじゃない、スイッチはね、宿題したらね、みたいな。妹はね、中一の妹はさ、テスト期間だから。
妹はそうテスト期間だから普通にゲーム禁止。妹は弟はそう宿題しないからゲームずっとしちゃうから。クラウンしてないと思うんだけど、どこにあるか分かんないんだよね、ケースが。弟たちのやつが、弟と妹の共用のスイッチ一緒に使ってるやつだから、どっかにあるはずなんだけど、どこにあるか分かんないから。そう、赤ちゃんもずっとゲームしてないよしてないよ。ぷよぷよはねずっとしてない。前に配信でやった以来やってなくて、ファズドラは何日か前かにちょっとやったぐらいかな。ずっとはしてないよ。ずっとしてた後もうクリアしてるまだクリアしてない。なんか扇風機つけようかな。なんかさ止めたらさ熱くなるんだよね、普通に部屋の中。なんかいや、ぷよぷよって何をしたの。もうクリアは多分ない。なんかもうその上に×があって、そこの×って書いてあるところまでぷよが達成、ぷよが達成で到達したらダメなのね。そうパターン級って言ってもこうちょっとダメで、もうそれまでは無縁に続くんじゃない。占いは信じる。占いはいいやつだけ信じるなんかそのさ書いてるさ見るやつに違ってさ違ったりするじゃん。人とかさ見る、もうなんかその占ってくれる人とかそのサイト何あるじゃん占いのさ、そういうのによって書いてること違うからさいいやつだけ信じるあ、大体あんま当たんないけどいいのだけそう信じるねチアの月に良かったことがあった思い出がない。え、占い？なんか星座占いとかのやつ？あーでも確かにどうなんだろうね、分かんない。でもさ朝そういう占い見てもさ大体忘れちゃうのねもう昼頃には覚えてないわけよそうだから大体忘れて、もう夜とかも完全に忘れてるよね朝さそういうの見たとして忘れがち。でもなんか楽しいよねそういうの、占いとかなんか見るの楽しいけど結局忘れちゃうから。うん、サソリ座は9位でラッキーカラーはシーグリーン、シーグリーンシーグリーンでラッキーアイテムはスチーム製家具でした。シーグリーン、スチーム製家具、スチーム製家具ってどんなの。
待って、全然わかんないやつばっかり、ちょっと待って調べてみるね。シーグリーンって難しくない？初めて聞いた。シーグリーン、シーグリーン、リリー、あー、え、なんかいろんな色、あ、でもこの色好きだ、この色好き。なんかいろんな感じの色が出てきたんだけど、こんなん、ちょっと待って、これこの色好き、この色は。でもなんかこれもあるこれなんか黄緑っぽいよね。これこの色は好きだよ。一番最初のこの色好き。これもいいね。こんな、これもシーグリーンらしい。出てきた、調べたら。好きだわ、この、このシーグリーンっていう。わかんないけど、見てるのが合ってるかは。でも書いてある、シーグリーンって。こっちのパステルっぽい方が好きだな。こっちの。この色好き。あ、なんだっけ、それか、なんか、ティファニーっぽい色。ティファニー、ティファニー、そんな色なの。もうあんまわかんないティファニー、ティファニー出てくる。あー、確かにティファニーっぽい色、確かに似てるわ、さっきの色。面白いネックレスできた、調べてたらバッグの形ティファニーのバッグの形のネックレス、ショッピングバッグ面白い、変わってる。へえ、似てるね色。ああいう色が好き。なんか私はそういう、なんかパステルみたいな、ミントグリーンみたいな色が好きです。誕生石、誕生石は11月だから、だっけ、トパーズじゃないっけ確か、確かそうです。似た色の服、似た色の服は、いやー、この色は持ってないかも。普通の私服はなんかガッツフレッシュやった時になんか T シャツの色をね自分で選んだんですけど、みんな、私はそのミントグリーンにした色。パステル系、服もパステル系のカラーを選ぶ。パステル系、パステル系はそこまで持ってないかも。うん、そんな、わかんないな、パステル系か。いや、持ってないけども、そんなに、うん、パステルあんま着ないですね、持ってないからそっか、そうだよね持ってなかったら着ないよね。同じこと言っちゃった。
ゴールキーパー来てさ、さっきのなんだっけ、シーグリーン。ゴールキーパーってそのなんかわかんない、ゴールキーパーの服のイメージがない、あ、なんていう、その特定のイメージがない。ゴールキーパーといったらこの色みたいな。私え、決まってるの？なんかチームによってすごい違うイメージ。ゴールキーパー服、ユニフォーム、わかんないわ。なんか特定のこの色みたいなイメージあんまない私。今日の休暇中は審判か、え、審判って黒なの？あ、でも確かにそうだ、なんかそんな感じだわ。黒、黒っぽいなんか着てるイメージ。どうなんだっけ、なんか思い出せそうで。うん、そう、なんか黒の服今調べたんだけど、確かに審判っぽいわ、サッカーで言うならぽい。今やってるオーシーの審判はミントグリーン。あ、そうなんだ、ミントグリーン、ミントグリーン好き色でもサッカーの審判って大変そうだって、一緒にさ走っているわけじゃん、そのゲーム中、試合中に。そのバレーボールだったらさ、審判バレーボールとか、そういうさネットを挟んでやる競技とかだったらさ動かないじゃん審判だからさ、なんか審判の席っていうか、そのあってさ、そこにさずっと立ってるだけじゃん、大変そう。普通になんか選手とかとぶつかっちゃいそうサッカーとかあとバスケとかもかな。ね、めっちゃ大変そう。バレーとかはね、ほんとネットのとこにさ、ネットっていうかネットがあるじゃん、真ん中に、そこに端に、端っていうか、うん、主審がいて、あと反対側に副審がいて、うん、だからほんと動かないの動かないの、そこの、そう、そこに行ってみるだけでいいからね、大変そう、あんな動くの。ずっと立っていればいいだけだから、ちゃんとね見とけばそのギリギリ見えなかったなーってやつも、ラインズマンっていうのがやってなんかやってくるから。だってどれもさ、こういう審判はね動かないですね、バレーボールは。審判ってか、そういう、それなんていうの、そういうのなんだっけ、主審副審動かないでしょ、ラインズマンも動かないし、その場にいてこの線にボールが線の上に乗ったとか外だったとかを見るだけだから見ない動かないでしょ。そう、お手付けもだって基本座ってたりだから、動かないね。そのどのどこに、ね、どこについても主審副審ラインズマン点付けでも動くこと一切、その場にいるだけ。
すごいサッカーの大変そうだなと、そういうなんか一緒にコート内にいてなんか一緒に動いてするみたいな大変そう。ラインズマンはたぶんピタッと止めるとか大概あれね、うん、なんかめっちゃキレッキレな人いるいたりしたそうなんかそうだね、ジュニアのやつとかでピッみたいなバレーボールネットタッチ、ああ難しいね確かに。ネットタッチ私は主審は苦手だった全部が決まっちゃうからさ主審、うん、なんで。ラインズマンはね、全部の角に4人いるんですけど、その、だから、その、コート2つあるじゃん。2人ずついるわけね、その角2つ。いるんだけど、その2人でさ、こう判断が2人とも違うことがあるね。1人はインってしてるけど1人はアウトみたいな、それも主審がどっちかを決めて判断しなきゃいけないからいや難しいよねそういうの普通に。あるのね普通に、あのラインズマンがどっちも違う判断をしてる時が難しいからさ、インとアウトってすごい線の上にちょっとでもかかってればインなんだけど、うんね、そう、そうプロとかだったらそうビデオ判定あるけど、そのジュニアの試合というかなんかそういうさそういう試合はないのね、だから大変そうだからそういう大きいなんかその練習試合とかでもいいんだけど、試合とかで試合、うん試合はでも監督とかそのクラブチームのマネージャーがあの主審副審をやったやつのことがあるんだけど、でも時々主審はないけど副審任されて、私副審はしたことないんですけどとかそうあって、でも練習試合はね普通に主審もしたりするからそういう時どうしようってなる。線にかかってれば半分以上外に出ててもいい、うんそうなんかね少しでも線にかかってれば線の上に乗ってればいいな、完全にコートの外だったら線に乗ってなければアウトなんだけど、そう少しでも乗ってればいい、そうだからね難しいんだよそうだからね難しい、ラインズマンもね、うんそう、そう責任が大きいバドミントンね、審判の判断で分かりません、あでもバドミントン早いからかな、バドミントンなんかそういうので一番スピードが速い競技だよねってなんか聞いたことがある一番このシャトルのスピードが速い、あれもビデオ判定もねそういうなんかプロの試合じゃないとないですねあと小学校の時も小中バレーボールしてたんですけど、ビデオ判定はないですねそういうのはないです、だから全部主審で決まる、うん
バレーボールね、そう練習試合とかそういうのであるあるなのが、だいたいその試合に出てないチームとか、あとはなんか足りなければ、その試合に出てないチームがなければ、そのチームの試合に出てない人、余った人とかで、あの審判とかラインズマンとかそういうの全部やるんだけどあるあるなのが他のチームの人と、他のチームの人がラインズマンやってたりとか、まあ、自分がやってる場合もあるんだけど、だから、あこれやりますよみたいな、いあのなんていう、お互いにやりますよみたいなのをよくやってた。これあラインズマン私やりますって言った、あいやいいですいいですみたいなのを毎回ある。それ自分がいてもさ、やりますよって言われて、いいですいいですみたいな、そうもうどのチームそんな感じどうぞどうぞ的な、いやいや逆なの逆なの、いや違うの自分がやるよみたいな、そう、そのラインズマンが一番多いかな。それなんか点付けとか主審がそれやるっていうのラインズもよくやってるイメージある。そう、そうなんかやんないといけないみたいな感じだから、お互いねどのチームなんか余ってたら、余ってたっていうか、そのそうなんかやった方がいいみたいな感じだからね、私やりますよ。エンズマンやります、シンは言う、え、じゃなくて、じゃなくて、じゃないのじゃないのもうなんか、そうそうね、シンはもう見ないけど、あ、副審はそういう練習試合とかでないから、基本主審ラインズマン点付けだからあれなんだけど、ラインズマンはでも点付けもやるっちゃやるけど、ラインズマン一番よく見る、私やりますみたいな謎の謎のお互いやりますみたいなやつ、自信は判定にポーズを、いやね、アウトとかね、あれでしょ、そうだからね、一番楽なのは点付けですね審判で、その審判の中でバレーボールの審判で一番楽なのは点付け。あ、でも点付けもね、あれだけどぼーっとしてたらもう怖いじゃん、点入ってないって言われちゃう点付けもね、なんかずっとは座れないの、点数が入ってる方、ね、点数サーブ権がある方をずっと立ってなきゃいけないサーブ権なんかない方はずっと座ってるんだけど、立ったり座ったりしないと死んの笛って自分の持って、ああ笛は持ってるじゃない、今はなんか普通にこうピーって鳴るやつがあって、押したらボタンを、それを使ったりとかしてるところが多いね。笛とかもあったけど、私はその笛のやつはしたことない、ボタン押したら音鳴るやつ、笛の音が鳴る、ピーって鳴るやつがそれでやってた。分かんない、でも今のそのなんていうの、その今のやつは分かんないけど、今どんな風にして、私の時は、ね、笛も使う時あったけど、あの音が鳴るやつだった、全部ボタンなしたら、うん、使ってた。今もそれ使ってるね。いや持ってはないんだけど、そのチームのやつがあって、チームでそれ使ってる。最近警察官もその方、あそうなんだ、知らなかった。な、何ボタン押したら9人制と6人制、9人制はやったことがないから分かんないな、6人制しかやったことないですね。
編成はねやったことない。審判もね大変なんだよね。審判そのどっちかがさボールを落としたりするじゃん。点数が入りましたってなったらやることが多い。そうまずどっちが点数入ったのかっていうのでこうどっちかこう刺してでインアウトとかさタッチアウトとかさそうネットタッチとかそういうのをこうそうあるのね。そのポーズっていうかそのジェスチャーでするやつがあってでそれをしてみたいな。で次サーブ権の方をサーブ権ある方を点数入った方接してサブですよみたいな。でピーってやって鳴らしてやること多い。1回の点数が入った時に。タッチなんて難しいね。あれは難しい。そうだからね出身は本当に難しい。そうなんかネットタッチ難しいけど何が難しいかな。そうラインギリギリのインアウトが難しい。見えないんだもん。あとはホールディングか持ったやつトスってあるじゃないですか。オーバートスあれはねボールを持っちゃいけないんですよね。でも難しいじゃん。充電がなかったごめんなさい。オーバーね持っちゃいけないんだけど持ったらホールディングって言ってダメなんですね。バレーボール持っちゃいけないからさ相手に点が入っちゃうんですけどそれはもう難しい。わかんないもん。ブルカーの小指に当てるって、うん、上手い人はねブルカーの小指に当てて立っちゃうとブロックアウトさせるっていう。あもう55分早っ。ブロックもね相手が触ってブロックして触ってアウトになっちゃえばもうこっちの点なのだからこっちのコートに入ってる。だからじゃあランキングをそろそろなんだっけ読みたいと思います。難しいねバレーボールの写真は。苦手。じゃあ13位から読みます。13位ジョークスノーさんありがとうございます。12位お豆アットマークドーミンさんありがとうございます。11位筋肉愛好家さんありがとうございます。10位ラクラクさんありがとうございます。9位滝沢かざみさん、ありがとうございます。かざみさん8位が、としのりさんありがとうございます。7位香港の春馬アットマーク強化推しさんありがとうございます。6位まさむねさんありがとうございます。次5位バトニーさんありがとうございます。4位トシベビースターマンさんありがとうございます。3位ラボーナさんありがとうございます。2位カキアットマークバトフェス頑張ろうさんありがとうございます。そして1位がヤンキさんありがとうございます。ありがとうございました。3分時計開いとかないとね気づいたらもう10時になってるから。
この後配信が終わったらお風呂に入りたいと思います。そうだ、風呂入ってメイクしてる今。風呂入んなきゃ。うーん、ジャンプサーブ、ジャンプサーブはしないですね。プロウターなんだけど久しぶりすぎて最近全く入んないですねサーブが。そのクラブチームでやるようになってボールが重くなったんですね。中学生までしかしてなかったからバレーボール軽かったんですけど、高校と社会人用のバレーボールが一緒なのかな、重さが重くてちょっと入んなくなっちゃった。得意だったのに急に。ミカサ、ミカサ使ってる。モルテンのが好きなんですけど、今はなんかミカサが主流みたいで。そう、重いの小中高でだんだん上がっ、重くなっていくのね、重さが。そう、中学校までしかやってなかったから、そう、重くて普通に結構ね、持ってみたら重さ違うと思う。重いとね全然入んないもん。入んなくてサーブの練習する時間がないのでね、あれなのに全部つけ本番で入んないんだよね。サーブだけずっと練習してたいな。おかしいなってね、得意だったのに。そう、ピンサー、ピンサーバー入ることもあったんだけど、普通に好きだったんだけど急に。あ、そろそろだね、あと30秒ぐらいで終わっちゃう。ジャンプサーバー打ってないです、ずっとフローター。じゃあそろそろ終わっちゃうので、ありがとうございました。もうちょっとで、うん、切れちゃう。おやすみなさい、ありがとうございました。バイバーイ、おやすみ、やったね、バイバイ、おやすみなさい。